はい、どうも、ザ・オーダーのしおめです。ザ・オーダーの石川です。はい、今回ですね、また2人で動画撮っていくんですけど、今回は、まあ、今回真帆ちゃんに来てもらったんですけど真帆ちゃんといえばこの、はい、僕が切りすぎたんじゃないか疑惑のこのショートとあとこのトレードマークのホワイトハイトーンですね、ホワイトブリーチしてる髪ですね。はい、うちのスタッフね、みんなブリッジ2、3回とかね。そうですね。してますね。あの、別に強要してるわけじゃないんですけどね、みんなバーンでやっぱ染めてると私も染めたいみたいな、でもブリッジピアンってもね痛い痛い痛いってなってますけど、あの、そんな実際ハイトーンにした時にハイトーンにして、あ、こうなるんだとか、これ困ったなとか、これハイトーンになってから、あ、こうなんだみたいな感じの、ハイトーンになってから分かることまとめみたいな紹介していきたいと思います。だいぶ変わるでしょ、ハイトーンにすると。だいぶ変わりますね。全然黒髪の頃とは。そうだよね。全然違います ね。ハイトーンにすると、まあ、いろんなことが起きるわけですよ。まあ、髪の毛のね、色が変わるだけではないっていうので、そんなハイトーンにする、これからハイトーンにしたいとかっていう方は、あ、ハイトーンにするとこんなことあるのみたいな感じのことを、今回はまとめて紹介していきたいと思います。じゃあ、いきましょうか。はい。はい。ではまず1個目です。1個目はですね、何が1個目になります？ちゃんとケアしないとバサバサで広がっちゃったり、本当にケアに時間がかかってしまうっていう。そうですね、やっぱりここもね、本当にもう、あの、産毛かぐらいな感じで真っ白ですからあの、ここも 3回ぐらいだよね。 そうですね、3回ぐらいですね。そうだよね。ってなんで、やっぱり僕みたいなこう茶色とか黒の髪の人とはやっぱりダメージは3回もブリーチしますから、やっぱり出ます。で、何もしてないと朝起きたらもうブワって広がっちゃって、しっかり乾かしたりしないとダメだよね、はい、だからやっぱ手入れに、ちゃんと手入れをしないとやっぱ時間がかかるのと、ちゃんと手入れをしないとバサバサになっちゃうと、まあ、広がったりとか、そうですね、広がったり本当に全然出口通らなかったり、ああ、ね、引っかかっちゃったりする、手入れすれば大丈夫なんだね。そうですね、きちんとアウトバスつけて乾かして、きちんと手入れしてれば全然綺麗に保てると、はい、まあ、見ての通り真央ちゃんの髪もこうツヤツヤっとして全然綺麗なんですけどやっぱり 日頃のね、普段の努力の賜物がやはりこの綺麗なハイトーン保つと、やっぱりなんか汚いとやっぱハイトーンもったいないよね。そうですね、もったいないですね、うん、なんでやはりちゃんと乾かすとか、ちゃんとトリートメントするとか、洗い流さないトリートメントするっていうのがやはり黒髪の、黒髪になると正直サボってもねなんとかなっちゃうんですけど茶色とかだと、まあ、ハイトーンになってくるとやっぱりそういうわけにもいかないっていうのがまず1個目になっております。はい、じゃあハイトーンにしてこれ変わったなっていうやつの2つ目になります。2つ目は結構街中歩いてるとすごい色によっては見られちゃうっていう、真っ赤っかとか真っピンクとかだと、はい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 、目線がそうだよね。どんな時に見られる？電車乗る時とかすごい見られますね。駅のホームにいると、そうだよね、みたいな。そうだ、一時期前髪ね、ここら辺まで前髪切りすぎたというか、ないんじゃないかっていう疑惑がっていうぐらいに、もう二度見三度見当たり前。当たり前ですもん。どれくらいの子に見られるの実際？若い子？いや、結構年配の方の方が見ますね、うん、この子、え、どうしたみたいな、おえってすごい頭してるよみたいな、主婦層の方とか結構見ます、ね、あ、はいはいはい、そうだね、やっぱ目立ちますよね。かなり目立ちます、ね、だいたい100、なんか200メートルくらい先にいても、あ、まおちゃんだって分かるもんね。このこんだけ眉が短くてね、金髪の人って そんなに名古屋でも多くないと思うんで、うん、エネルションシャシャって長いですね、はい、なんでやっぱり目立つんで、まあ、まあ分かりますよね、まあ、待ち合わせは絶対分かっちゃいですね、うん、目印には分かります、髪自ら髪の毛でね、自らっていうのは目立ちますね。なんで、これはやっぱり聞きますね、結構美容院で僕たちもね、こういうハイトーン作ってるとみんなハイトーンなんで、結構なんか普通で、あ、お疲れ様でしたって帰るんですけど、やっぱいざ、地元が結構地方とかだとそんなにハイトーンの人とかいなかったりするんで、もう、え、あそこ市川さんうちの娘さんどうしたみたいな感じでね、間違ってあまま行くんじゃないかっていうぐらいでやっぱ目立ちます。なんでこうやっぱり顔の色ね、そういう色いいなって言われることも多いんですけど、やっぱりすごい目立つっていうのがやっぱ2個目に上がるかなと思います。悪さはできないね。そうですね、悪さはできない。もう完全に一発でわかるね。そんなに飛んでないんで、はい、それが2個目になります。はい、では3つ目です。3つ目は
服装が結構それこそ本当に、うん、さっきの真っ赤っかとかだと下の服が困っちゃうっていう。あそうですねやっぱり服装が似合うのはやっぱめちゃくちゃ変わりますね。あのキムみたいな結構ブロンドみたいな色だったら結構何でもいける。そうですね、何でもブロンドこれぐらいまで落ちてれば全然何でもいけるんですけど、真っ青とかだと、まあ、緑とかだと真逆の色はまず合わないよね。そうですね、うん、なんで結構一気にガラッと変えるときは結構服装を普段何着てるかとか次何の服を買おうとか結構考えておかないと。そうですね、着るもんねえやみたいな着るものがないくなっちゃうみたいになっちゃうんで、なんかすごい派手ないみたいな感じでカラリンに合わせ変わるんで、特に、ね、暗い髪からここまでとかだとね、うん、ハイトーンからハイトーンだったらまだねあれだけど、メイクも変わるでしょ。メイクも変えなきゃいけないですね。メイクはどうなる、明るくなると。ピンク系だったら本当にそのアイシャドウとかもピンク寄りに寄せてとか、逆に青とかだったらあまり目立たないようにブラウン系とかで落ち着いた感じにしたりとかで調節してます。そうだよね、じゃないともうなんかすっげー派手なやつみたいな大阪のおばちゃんもびっくりみたいな感じになっちゃうんで、やっぱりそのメイクもファッションも、合わせてあげるってことでね、今ピアスとかもしてますけど、ピアスの色とかもね、そうですね、水色っぽいね、合わせてねやってるみたいに、やっぱトータルバランス、やっぱヘアスタイル重要なんで、プラス髪型の長さとかも関わってくるんで、結構その合わせるっていうことが結構重要です。結構そこ考えずになんか色だけ綺麗に染まったと思って黒さとしたらねとか、家帰ったりとかしたらやべえどうしようみたいなね感じになるし、あの逆にシンプルな格好は様になるよね。そうですね、うん、結構締まりますね、シンプルな。そうだよね、デニム T シャツでもやっぱおしゃれな感じになるんで、うん、そういうのはいいんですけど、ちょっと凝った服装しようかなとか好きな系統が決まってる方とかは結構注意しないといけないかなっていうのが3つ目になります。いかがでしょうか。はい、買いましたはい、な感じにやっぱりハイトーンに染めるとだいぶ周りからもそうだけど自分でね、いろんなもの変わるよね。そうですね、かなり変わりますね。そうだよね、やっぱりなんだろう、もともと黒髪だった人が金髪にするとすごいイメージしたねになるんですけど、ハイトーンから最初からね、あの知り合った人とかだともうこのイメージが強いんで、あの第一印象思いっきり変わりますし、やっぱ持つイメージとか雰囲気も変わるんで、なんだろう、柔らかくも見られるし、強い色すると結構ね、怖い人なのかなみたいな見られるし、ね、印象が変わるよね。赤髪真っ赤とかだとね、こうなんかどうしてもいかつイメージに見やすいんですけど、逆にハイトーンでこういうね、すごい柔らかくて優しいお姉さんみたいになるんで、結構なんだろう、ハイトーンで、まあ、髪型だけで見るとね、あ、おしゃれって感じになるんですけど、そろそろ持つ雰囲気とか、まあ、ファッション、メイクとか、いろんなものが変わるんで楽しいんですけど、ただ、全くしないと結構困っちゃったりとか、あ、どうしようってなると思うんで、そこら辺もやっぱり担当の美容さんとかね、そうですね、うん、ハイトーン相談してみて、ね、こういうハイトーンの子とかに相談したりすると、あ、こういうことありますよみたいなねとかあったりとか、誰だかうちのスタッフでハイトーンにしたらコンビニのおばちゃんとすごい仲良くなって友達になったみたいななんかすごい色したねみたいな感じで、はい、そこから始まるね話し合いとか。そうですね、逆に、そうだ、意外にハイトーンやね、やってみたいって人もいるよね。いますね、ね、結構おばあちゃんとかもね、おばあちゃんから綺麗な色だねみたいなね。そうですね、誰やみたいな、結構好印象そうだよね、なったりとかするんで、なんか意外にそういう部分も楽しめるのがハイトーンかなと思うんで、よかったら染めたい方とか気軽に、はい、染めてみるかな、いいかなと思います。はい、はい、今回の動画は以上になります。またよかったですね、高評価ボタンですね、はい、何回押せばいい、100回は1回にしかならないけど、まあ、気持ちそれぐらいで、はい、押していただいて、はい、またこちらチャンネル登録ですね、はい、こちらも頑張って徐々に増えてきてますので、またよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今回の動画は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。